太陽神です。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。テトリス戦ですね。これ DT4 かな。最初の開幕のツモ的に開幕 DT4、 それに対して相手フランスは、開幕 TSD で TSD パフェあるか。パフェは、大美濃がちょっと早めに来てたらあったけど、ちょっと遅めだったんでなかった。二ライン化粧をテトリスで総裁やってって、これいらない。しっかり穴藁を回避していく。からの、中開けテトリスで積み込んで、ティスピンダブルテトリスの地形。それに対して、フランスは、ティスピンダブルからの千鳥講師で、ティスピンダブル、ティスピンダブル。それを総裁外して、二連発テトリスを送って、フランスが、エスミノの置きミス。さあ、これがどう影響するかといったところだが、再びエスミノの置きミス。さあ、二連続でエスミノの置きミスは辛いぞ。そこに、こちらティスピンダブル打ち込んで、一回削ってから、アイミノは横置きで、これ T スピントリプル。TD アタックですね。T スピントリプルダブル。で送って刺していくと。まあこれは相手のエスミノの置きミスが2連続で多発していたところをしっかり、ついた感じですかね。TD アタックという、まあ火力の高いテンプレで T スピントリプルからダブルと瞬間火力が強かったと。さあ TSE に対して、こちら DT 連。DT4 からの連ですね。あ、これは、下穴が直列できているので、それをまあ、うまく利用した連ですかね。その、テトリス用、まあ、直列のその、テトリスの構えを総裁に当てることができるので、その総裁に当てた分の時間で、連を積み込むことができて、11連までの連が刺さると。これ強いんですよね、本当に。その、まあ、直列来た時の連の積み込みの立ち回りっていった感じですかね。これ非常に優秀なんで。まあ、ぜひぜひ活用することをお勧めします。さあ TSD からの、これ TSD パフェが刺さる。さあこれは、DT4 組んでたけど、エルミノの置きミスで、DT4 が打てずにリカバリーしているところに対して T スピンダブル、T スピンダブルからの、最短のパフェ。まあ、TSD パフェですね。を打たれて刺さる。まあ、TSD パフェは DT4 使いとして、絶対に警戒しておかなきゃいけないんだけど、てか警戒してたんだけど、こちら置きミスしてたんでちょっと対応できなかったですね。さあ、フランス側テトリス打って、こちら3ライン消しからテトリス。まあ、直列で穴は来ているんで問題ないでしょう。T スピンダブルから TSD テトリスの地形に対し、フランス側も T スピンダブル。5ライン攻撃に対し、4ラインの操作やったんでフランス側に穴バラがちょっと行く。さあどうだ、テトリス掘りで、それ総裁外してテトリス、ティスピンシングルを、ティスピンダブルで総裁当てる。総裁外して、TSD 打ってるけど、ティスピンダブルバックトゥバック付きで総裁当てられる。さあどうだこれは。しかし、依然と地形的には有利ですね。エルミノ、ティミノ、エスミ、おっとこれ繋がりそうだ。アイミノ、エルミノまでの7連が刺さる。これ、ホリレン強かったですね。ホリレンしっかり、アイミノ、6年目のアイミノの3ライン消しプラス、7年目の、エルミノだったかなまでのホリレンのルートが強かった。まあ、やっぱり、ホリレンが一番ね、その有利取りやすい立ち回りなんで、まあ、それをしっかり繋げて刺していくと。まあ、ネクストとしっかり自分の地形を見て判断することですかね。もう一つ見ていきましょう。これも DT4 じゃないですかね。DT4 だと思います。DT4 で、フランスも DT4 を、お互い DT4 だが、ちょっと Z ミノの置きミスをしている。フランス側が、Z ミノの置きミスして DT4 を打てずに、ぐだっているところに対し、こちら、レーンの積み込み、しっかり積み込んで勝ち確に持っていく戦術ですね。さあ、レーン繋いで、これは、アイミノ、エルミノ、Z ミノ、T ミノ、S ミノ繋がりそうだ。Z ミノ、大ミノ、エルミノまでの12連で刺さる。まあこれはしっかり置きミスを見て、連を積み込んで勝ち確に持ってきましたね。まあ、テンプレといってはテンプレの、まあ、勝ち方ではあるが、まあ、テンプレなのかな、まあテンプレ化したって感じかな、俺が。で、ではあるが、非常に強いと。さあ今度は相手が DT 連組んでいるが、これはどうだ。こちらはまあ置きミスしてないが、エルミノ、Z ミノ、S ミノまでかなと思ったけど、フランス側の置きミスで連が途切れる。さあ、4連までのホリレンのルートで、こちらテトリスボリに対し、相手が J ミノ、L ミノ、I ミノまでか。3連目の I ミノまでなんで、まあまあ強い。
バックトゥバック付きの火力 BPPP 送られて、BBB。これあれだよね、その王のボイスって、まあ、その、声で判断してる人には非常にわかりづらいです。BBB だとか、BBBB だとか、もうなんか、まあ、例えばその、JL だったら、ツインインパクトだったら4ライン、LJ イリュージョンだったら5ラインで、まあ、声で判断できるけど、王の場合は非常にわかりづらいですよね。その、まあ、自分は凝視してるんで問題ないんですけど、声で判断してる人には結構王はわかりづらいとは思う。っていう、ね。まあ、そういうメリットがキャラでも一応あるんじゃないかな。音で判断してる人に関してはだけどね。さあ、BBBBBB、5ライン攻撃送られるけど、しっかりこちら直列で問題ない。平積みで総裁外していきたいところを外してから、テトリステトリス。から一回削って、ティスミシングルからのテトリスですね。で、しっかり掘ってって、二段消し、二段消し。しかし、これはフランス側の方がちょっと地形がいいんで、若干不利ですので。T スピンダブルテトリス打たれて、さらに下穴がちょっと高いんで不利だぞ。外してテトリス打つけど、T スピンダブル打ちたかったけど、T ミノの秘密が痛い。T ミノの屋根をミスりましたね。しかし、フランス側も連が繋がんなかったが、どうだこれは。アイミノでギリギリ耐えて、T ミノ、S ミノとホルが、相手の火力が途絶えずに、そのまま火力を継続して送られて刺さる。いやー、ちょっと口回んないですね。さあ、開幕パフェズみたい DT4 だったが、フランス側へ S ミノの秘密。そこで無理やりドネイトして、T スピンダブルからのインプリ見てんのかな、これ。しかし、J ミノが来ずに、そのままこちらの火力を送って刺さる。S ミノの置きミス、TSD、開幕 TSD ミスってたところに対し、まあ、ドネイトして火力作ってたけど、ちょっとその後がグダっていたんで、それに対してこちらはまあ継続して火力を送っていたんで、それで刺さりましたね。まあ、当たり前ではあるけども、その、グダらずに、継続してまあ火力をどん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 送っていくっていうことが重要になりますかね。その相手が置きミスしている場合は、一発一発にも強いんで、相手がその、まあ、あんまり置きミスしなくて火力がまあ保持されていて、総裁が当てられそうな場面だと一発一発、単発単発ですがそんなに強くないんだけど、まあ火力の総裁用があんまりないときはどん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 火力を送ること重要になりますので、まあ積み込みの判断と、どん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 継続して火力を送る判断。まあこれの使い分けって感じですかね。では最後にもう一つ見ていきましょう。まあそこら辺もやっぱり凝視力が問われるかな。その状況判断力っていうのは、もちろんテトリスにも重要な戦術になりますから。さあこれ開幕パフェ済みだけど、相手の TSD の方が早くてパフェ取れず。総裁が、テトリスで当たる BBBBB。からの BBBB だが、それを総裁外してテトリスから、T スピンダブル。からのホリレンのルートだが、どこまで繋がる？エルミノ、アイミノまでか。アイミノまでで、若干掘りにくそうだが、どうだこれ。ちょっと不利かなーと見えるが、そうでもないか。アイミノで T ミノ。さあ、順調に掘ってって、フランス側も S ミノまでの4連。S ミノまでの4連やられて、こちらは、アイミノまでの4連。からの T スピンダブル作ってるけど、これはシングルの方がいいですね。シングルからテトリス掘り。それに対してフランス側が、7連までの掘り連のルート強い。2ライン消しから3ライン消し。こちら T スピントリプル組んでますね。TSD 組んで、できるだけ地形平らにしてから T スピントリプル。それに対して4列目組んで、間に合うか ?2 ライン消しだったんで間に合った。S ミノ、アイミノ。今の回転入んなかったのか。アイミノ縦置きだったら、フランス側だいぶ連繋がりそうだったけど、おそらく回転が入んなかったパターンでしょう。さあ、T スピンダブルで総裁当ててるけど、相手のバックトゥーバック付きの火力の攻撃だったんで、1ライン穴場で来ましたね。さあ、フランスが露骨な総裁外しだが、こちらまあ、2発分火力持ってたんで問題ない。しかし、これはどうだろう？若干不利か。S ミノリ削って、I ミノリ削って、テトリス送られる。T スピンダブルで返してから2ライン消しかな ?2 ライン消しして、3ライン消しして、まあ、ここまで来れば、五分かなと言おうとしたけど、でもそうでもないな。
ちょっと穴バラがまだ下にあるので、それが今後影響してきそうだが、フランス側が歩みの動き見せ、それを見てしっかり、その間に掘っていきたいところ、ジェミノで3ライン消ししてからの T スピンダブルの先読みで TSD からのテトリス。それに対して、フランス側が、T ミノ、T スピンダブルからの、2列連ですね。で、そこで連切って T スピンダブル、バックトゥーバック付き。こちらの穴バラも相当来ているんで、これは不利ですかね。テトリスで総裁当てるが、ピッピピピ、7連、8連、アイミノじゃない、エルミノ、あー、なるほど。今の連の繋ぎ方いいですね。J ミノで削ってさらに10連、アイミノ、J ミノ、S ミノまでの13連か ?13 連までおそらく繋がるんで、これは絶望的だった。相手の連の繋ぎ方が、非常に良かったですね、今のは。さあ、DT 連対橋開けで、開幕 T スピンミニからの橋開け。なかなか新しい。さあ、これはどうだ ?T スピントリプル打って相手連発火している。しかしまあ、大ミノ、下穴の大ミノで埋まっているんで、フランス側は連、これは確実に途切れますね。11連までで確実に途切れる。それに対してこちら13連、14連、15連、16連までか。非常に強い。相手の火力送られてきたのを、下穴を利用できましたね。その、やっぱり連は連でも、下穴をその積み込む。下穴を積み込むじゃねえ。積み込みの時の地形が平らになっていると、その下穴を利用できやすくなるんで。そこも重要になってくると。しっかり下穴を利用できるような地形に常に、連でもしておくっていうことが重要かな。さあ、T スピンダブルテトリスからの堀のルート。大ミノ、アイミノ、Z ミノ、L ミノ、J ミノ、うん、強い。S ミノ、T ミノまでの11連の攻撃が刺さる。いや、これは火力高いですね。T スピンダブルテトリスで10ライン遅れてからの堀連の11連なんで。これは相当火力が高い。連続攻撃ですからね、今の全部。今のはめちゃくちゃ強かったですね。さあ、T スピンダブル LJ イリュージョン送ってから、TSD で掘り連、てか掘ってって、テトリス掘り。テトリスからのフランスは、千鳥格子ですね。千鳥格子という技で T スピンダブル、T スピンダブル、テトリスを送る。それを総裁外して T スピンダブル。さあ、こちらどん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 強気ですね。テトリス、T スピンダブル。フランスが掘って、ってってるけど、ジェミノが間に合わずに刺さっていく。これは、フランス側の掘りも、今見てた感じ、結構悪くない掘り方をしていたけど、それを上回る火力でしたね、こちら。もうどん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 総裁外して、もう T スピンダブル、テトリスともう、永遠に送って刺していく。一応、ジェミノの3ライン消しが間に合えば、まだ掘れるルートあったけど、それを、しっかり間に合わせない火力でしたね。これは非常に俺火力高かった。フランス側もう全然悪い判断してなかったんだけどね。それをもう、完全に上回る火力でしたね、ということで。まあ、火力、相手が辛そうな場面ならしっかり総裁をどん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 強気に外してって、火力、まあ、まとめ打ちですね。T スピンダブルテトリスのまとめ打ちを送ることが重要になってくるかな、はい。というわけで、じゃあこんな感じで、今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。